はい、皆さんこんにちは、私はこうやってですね、毎日動画を撮ってるんですが、本業がございまして、本業は主に首都圏の新築マンション市場をウォッチングして、そこからいろんなレポートを書いたりとか、メディアの原稿を書いたりとか、そういうことをするのが本業でございます。まあ、時々呼ばれればテレビにも行ったりもしますし、ラジオにも行ったりもします。まあ、それはいいんですけども、今さっきですね、千葉と埼玉の大規模マンション、200戸以上を大規模と私たちは呼んでるんですけども、200戸以上のマンションがどうなってるのっていうのをレポートを、まあ、最新情報に更新してたんですけども、まあ、結論から言いますと、まあ、ほとんど売れてないですね。3ヶ月に1回更新しますので、前回5月に更新してます。で、5、6、7と経ってですね、今また8月に見てるんですけども、まあ、新しいマンションもほとんど入ってこないし、既存のマンションも売れてるなというような感じがほとんどしないですね。まあ、千葉でいくつか完売したのあったりしました。またそれはまたその千葉とか埼玉とかいうテーマでここで喋りますけども、まずその全体的に売れてないんですよ。で、もう私も30年以上この新築マンション市場っていうものに関わってますけども、どうでしょうね、この10年ぐらい前までは新築マンション市場の主力は郊外だったんですね。郊外で暮らしてる年収がまあ500万から700万ぐらいのサラリーマン、お父さんが500万から700万で、そういう方に 3LDK の新築マンションを買ってもらうわけですよ。これ35年ローンで買っていただくと、大体そのエリアで賃貸マンションを借りるよりも安く上がるというまあ構図がありますので、それで買っていただけたと。で、奥さんは基本専業主婦なんですね。で、まあ、パートに出る感じですね。パートにご近所の、スーパーとか、まあ、それこそケーキ屋さんとか、なんかまあ適当なところに行って、パートで、まあ、年収多い人で200万ぐらい稼ぐ、普通の人で100万ぐらい稼ぐような、そういう専業主婦がいて、お子さんがまあ1人もしくは2人ですね。だから 3LDK なんですね。で、お父さんはですね、休みの日になるともう子供と一生懸命遊ぶわけですよ。で、学校行事とか地域のコミュニティにも参加するわけですね。で、時々お友達ファミリーと一緒に行こうぜっつって、そのバーベキューに行ったりとか、そういうことをする日常ですね。これニューファミリーといったの、30年前はニューファミリーっていうか、まあ、新しい家族の形態。それまではね、お父さんが一生懸命働いて、もう帰ってこなくて休日はヘッと寝てるってみたいなんですけど、そうじゃなくて、もっと家族と仲良くしようぜって、で、家族を大切にしようぜというお父さんがいて、子供、小さな子供がいるとニューファミリーだったんですけど、今ね、いませんね。なんていうか、まあ、いるんでしょうけども、圧倒的に少なくなった感じがしますね。まあ、マーケティング的にもそうでして、団塊ジュニアの人たちって、今もう40代の半ばを過ぎようとしているんですね。その後の世代ということになります。30代ですから、もうその後の世代ってね、もう生まれた時から不況なんですよね、かわいそうに。で、どう言いましょうね、明るい未来の展望を、まあ、持ってる人もいるでしょうけども、それは少数派でして、あまりその抱けないわけですね、そういう未来に対して。35年ローンなんてもう組むのっていう感じで、そんなこと大丈夫みたいな。実際その通りで、35年ローンなんて組まない方がいいと私は思ってるんですけども、そうしますと、そのですね、新築マンションのこう業界からするとメインターゲットがいなくなってるってことになりますから、まあ、それでも供給はしてるんですよ。郊外ででっかいマンションを供給して、30代の人たち買ってねってやってるんですけども、極度に売れてない。ほんで、値段が高いのかと言いますと、まあまあ、昔に比べて多少高いんですけども、金利も安くなってますし、買いやすいんですよ。で、むっちゃくちゃ高くなってるわけではなくて、買える範囲内に収まってはいるんですね。なのに売れてないっていうことね。まあ、業界的な話をしますと、そういう郊外ででっかいマンションをガーンと作るっていうのは、これ長谷工コーポレーションという会社のビジネスモデルの一番、その長谷工が得意とするパターンなんですけども、これがですね、どうやらこう立ち行かなくなってて、まあ、新築マンションはずっと都心に寄ってきてるんですけども、もう今後ですね、その郊外のニューファミリーがもう絶滅
するっていうか絶滅しかけてるっていうのが現状でして、まあこれがですね今後どういうふうに我々の社会に影響していくのかってよく分かりませんが、ともかくもうねそうやって専業主婦のお父さん、パートのお母さん、子供というこうスタイルが日本の社会の一つのこう中心であったのが絶滅しかけているということです。まあ今後ねそれがどう影響するのかっていうのはよくわからないですけども、私はこれを如実に今感じています。はい、皆さんどうもありがとうございました。